おう、我の前と堂々と姿変えろ。ふっふっふ、この程度どうたもないわ。ってあれ、よし、何お前普通に打ち返してきたんや。うおおお、人生回避と、こうだ。え、かくなる上は基準で、ふっ、なぜだ、基準だ。うてん、うるさい、絶対にうるさい。どうやー、ここが2016年か。テンション上がるな。あ、どうも皆さんこんにちは。流行りの現代っ子ことプーチン、金田、と、ドラえもんの木漏れ日です。まあ私の名前なんてどうでもいい。それよりこいつを見てくれ。こいつをどう思う？すごく、硬そうです。こらこら MVP の、T72 か？いやでもこんな見た目も野球だって。そう、そこなんだ。いいところに気がついてくれた。それじゃあ早速だが解説いってみよう。ソ連ランク7、BR10.7MBD、D72B3、ソ連 MBD と言いましたが、時代的にはバリバリのロシア MBD でして、なんと2016年採用で未だにバリバリの現役戦車ってやつです。ここまで新しい戦車はこのゲームだと日本の16式以来かもですね。さて、そんな T72B3 くん、名前の通りすでに実装されてる T72 シリーズの改良版って立ち位置なのですが、具体的に何が改良されているのか。まずは火力面、主砲は最新式の 2A46M5 へと換装され、使用できる対戦車ミサイルがタンデム式へと変更されました。これにより貫通力が700から850と大幅に向上。とはいえこれでも同格の複合走行相手にするには十分じゃないんですけどね。その他使用できる APF SDS などには変更なし。貫通479とこのランクにおいてはごくごく平均的な数値ですね。そう、早い話、火力面においては全身からほぼ据え置きってことです。2016年戦車の割に火力しょぼすぎない？まあその辺はゲームバランスだろ。風の噂で、データだけならとんでもない貫通力の最新砲弾に使ってるらしいし、今後を見て実装するつもりなのかもね。まあこの子の最大の特徴は火力ではないのでとりあえず置いておきましょう。この子の特徴はなんといってもその圧倒的な防御力。BR9.7 の無印 B 型がすでになかなかな硬さだったのですが、B3 では外見からわかる通り爆発反応装甲が換装されており、無印のコンタクト1からコンタクト5へと変わっています。このコンタクト5、ゲーム内では先に T80U とかで実装されているものですが、従来の爆発反応装甲が対 HEAD 向けだったのに対し、対 AP でも一定の効果が得られるというもの。その防御力なんと脅威の対 AP で貫通120mm ほど。なんだその程度かと思うかもしれませんが、これがもともと硬かった車体装甲の上に効くわけです。トータルの防御力はなんと車体正面で 650mm 以上。あの貫通お化けなイタリアありえての APF-SDS すら防いでしまう硬さってわけです。砲塔に至っては 700mm から角度つけば 900mm 以上の硬さに、カッチカチで有名なレオニエゴの顔面にも匹敵する数値になりましたね。車体、砲塔を含めたトータルの防御力では文句なしにゲーム内1位と言っていいでしょう。さらにさらに、この B3 は初期状態では車体側面全部にコンタクト5がついてるだけだったのですが、回収項目にある T72B3UDH という増加走行を開放することで側背面の防御力を向上させることが可能。これこそが T72B3 の真の姿。というかこの UDH 回収を施したものが2016年式の T72 なのであって、これがついていないのはもう少し前の時代の T72 ってことになるみたいですね。さて、やはり目を引くのは車体側面に追加された大掛かりな装甲。これまた最新式の爆発反応装甲で名をレリットと申します。このレリット、目立つゴム製パッケージの中に瓦状に詰め込まれた1層目の爆発反応装甲と、その裏にある爆発反応装甲を組み合わせた2層式の装甲でして、1層目は対 AP で 30mm ほど、2層目は 200mm 相当の防御力を発揮します。200mm 以上の防御力となるとなかなか強力でして、軽い昼飯の角度でも防御力が 300mm を超えてきます。さすがに同格の APF-SDS を捨てるほどではありませんが、格下の APF-SDS や軽めの機関砲弾程度なら期待しても良さそうなレベルの硬さですね。その他砲塔側面後部にもレリットの1層目のみが、車体側面後部、砲塔後部にスラット装甲がそれぞれ追加されてます。まあとはいえこの辺は戦車砲弾を防いでくれるような代物ではないのでそういうのもあるってな程度で割愛。というわけでざっくり UDH 回収を適用した時の B3 の防御力について説明しました。とにかく硬いの一言につきますね。脅威だったありえての砲弾すら弾けるんですから、このゲームでこの子の一番硬い部分を抜くことができる車両はいないってことになりますね。最後に足回りについて、B3 は素の状態だとエンジンの馬力が850止まりなのですが、なんと UDH 回収を施すと、あの T90A と同じエンジンに換装することができ、馬力が1130にまで跳ね上がります。これにより機動性はあの T80 にも匹敵するヌルヌルっぷりに、てかここまで大幅に性能変わるのならそもそも T72B3 とこの UDH を別々で実装した方が良かったのでは。まあそれは置いておくとして、いよいよ実装されたロシアの最新 AMBD、圧倒的な防御力でソ連フリーのトップへ鎮座する車両の性能やいかに、早速実戦で試してみましょう。
速い、硬い、大量、まさに三拍子揃った最高の MVP ってわけだな。なんて少年に感じた抜ける敵がいないっていうだからもう気楽なもんよな。こっちは少年向けてカチンカチン弾きながら突っ込ないだけなんだからね。約束された勝利の電車。よし、この子にエクスカリバーと名付けよう。あとそうそう。言ってなかったけどサーマルサイトも報酬指定限定ではあるけど第2世代のものに変わってて、凄まじく視界がクリアになってます。いやはや、ようやくソ連 MVP でもこれを使える日だったとは。ここまで長かった。さて、とりあえず開幕はこの5時でいいかね。丘上から突っ込んでくるであろう敵をここで待ち伏せるのだ。お、来た来た。狙って狙って。撃て。え。いや、何かの間違いだ。この鉄壁が一発で打ち破られるなんて、何かの間違いなんだ。今度こそ証明してやる。俺こそが大将だと。さあかかってきやがれって言ったれども、俺は逃げも隠れもしねえ。おめえらの話と砲弾なんか全部受け止めてやる。はは、見たことか。やはり俺こそが鉄壁。決して崩れん。俺の鉄壁どこ？ここ？そういえば一つ言い忘れてたことがあるんだ。こいつの少年は決して完全無欠の鉄壁ってわけじゃないぜ。え？いやまあ硬いは硬いから確かに鉄壁とも言えなくはないんだがよ。まあ図解した方が早いか。さっきの解説で硬くて抜けるやつがいないって言ってた装甲ってのはこの範囲の部分。この部分は後ろに複合装甲がしっかりと封面されている部分だからある意味硬くて当然の範囲と言えるわけだ。しかし中に人が乗っていたり、四方を通すために穴がないといけない部分だったりと、すべての部分に複合装甲を封面するということはできず、例えば操縦士のバイザー部分や車体下部、砲塔の四方がある部分周辺なんかは複合装甲のない通常装甲にせざるを得ないんだ。結果どんなに厚い複合装甲を持つ車両でもその部分は必然的に弱点になってくるわけだ。D72B3に関して言えば砲身周りは200から400ミリ、操縦手バイザー付近は100から250ミリ、車体下部が200から250ミリと各下の APFSDS や HEATFS なんかでも容易に貫通可能なくらい明確な弱点になってます。そしてこれは姿形がそっくりなことからもわかるように初めて実装された T64A からこの B3 まで全てに共通する。言うなればソ連系 MBT の構造上の弱点と言えるわけですね。今後どれだけ強固な複合装甲を持つ T90 とかそういうのが来たとしてもこの弱点は絶対にあると覚悟しなきゃですね。まあ更新付近や車体下部が弱点なのは別にソ連系 MBT に限らず西側も共通ではあるんですが、ソ連系 MBT の辛いところは更新圧と操縦手バイザー付近の配置が近く、車体中央付近にかなり大きめな弱点エリアを形成してしまってる点。とりあえず車体中央付近に弾を放り込んでおけば切るないし更新破壊できてしまうんですよね。しかも全車共通なもんですから弱点としてすでにみんなに知れ渡ってしまってるのがまたなんともね。てなわけで、これで T72B3 が完全無欠の鉄壁戦車じゃないってのがよくわかったろう。要は今まで通り装甲を過信しすぎるなってこった。そんじゃ注意点を踏まえた上で次の試合行ってみよう。いやまあ、確かに知ってたよ。ソ連 MBT 共通の弱点ってのはさ、でもさ、ぶっちゃけあうだけ距離離れてやこの程度の小さい弱点にそうそう当たらんだろって思うやん。そしてガチンガチン弾を弾いて最強の戦車じゃーって感じの取れ高になると思うやん。いやー、これが案外ソ連の弱点ってこのランクが特訓に狙っていてレベルには大きいんだよな。特に砲身とバイバー部分なんてとりあえず一発勝ってレベルで狙っていけるからね。まあそうよな。しかもこの子エンジン馬力上がって前進はぐっと速くなったけど変速機が変わってないせいで相変わらず更新4キロだからね。とりあえずで更新はられるとその後逃げられもせず延々バイザー狙って弾撃たれるのがやべえんよな。せっかく最新鋭戦車で最高の防御力を逃げたわけだが、あまり過信せずにいつも通りのソ連の立ち回りをしろってこったな。交代が遅い分しっかり味方と息を合わせて、装甲を生かしやすいポジション取りですね。さてと、とりあえずいつものお気に入りポジに来たわけだが、敵はまだ来てないみたいだな。ちょっと待て、何かそこにいないか。いいな、大きい絵が見える。と、あられお見事か。強いところ当たったな。だがまだ気が付かれていない様子。もう一発ぶち込んでやる。さあ森田が余計に振られ。通常の視界で、これまた値か。森田手まで輪郭つかみにくい。おっと、97。君もいたのか。マジか。ここ打てば大体吹っ飛ぶはずなんだが、角度が悪かったか。あ、味方ナイス。さて、お次はさっきの英語。ってあれ、どこ行った？やべえな。完全に見失ったぞ。あのタイミングでどこかに移動したか。真横とかは？さすがに来るわけないか。お、なんだ、まだそこにいるじゃん。サーマルサイト起動。おっこ、丸見えだ。であれ、エンジンがあそこなら上位に近くはこの辺のわずだが。ああ、なるほど、岩に隠れてるのか。
ダメだなこりゃ。当たりは釣りが角度が悪い。すっぽ抜けるだけだぜこりゃ。ならば有眼頂点、ちょうど天板見えてるんだ。効果抜群だろ。え、俺もたまたまどこに行っちまったんだ。それならこれ、ここに来た。うちわあ、もう、お前がそんなこと言ってるから二段も一番硬いところ当たっちまったじゃないか。しかも相撲ったかれて見えなくなっちゃったし。ええがセオスだな。英語は味方に任せて3点、行こけ。おっと、ちょうど来やがった。あっぶね、ギリギリセーフ。そんでもって反撃じゃ。ち、方針だけか。まあいい。勝ち負けで言えばこっちの勝ちだからな。車体左のレリット作動してるし、これがなけりゃそっちだったかもな。早速役に立ってくれた感じか。いやでもあれ無定位置だったぞ。120ミリ防げるほど硬かったかこれ。厳密な防ぎ切れてないな。強引にダメージ入ってるし、だが最小限で食い止めたのは確かだ。さて、この後どうしようかね。さっきのエグラムスに拠点取られてるし取り返しに行った方がいいような気もするが、とはいえ本当に相手だけがとも限らんしな。うわ、次を取り返しに行った味方が同時に2人もぶっ飛んだ。いや、やべえぞこれ。結構な数で切ってるな。とりあえず車体が勝手に分かるまで移動。よし、こんなもんか。敵が顔を出したところをぶどうだな。あれは、チャレンジャーに。なら、セクションはここだよな。一瞬ありえけど、カレオパルドン見えるから、車体表面にクソになるってなおさんとな。まずは一応、あとは ADATS と MHH かな。ただ味方がそこでやられたのに、さすがに顔は出さんよな。まあいい。後ろの拠点は取れてるし、もう少しここで待ち伏せだ。でも、あれは。ADATS ですか。なんで飛び出してきたんだ。あの方の抜け方から察するに、チャレンジャーを倒した敵が拠点に入ってきてて、その背後を取ろうとしたとかかね。何にせよ勝ちすぎたね。てかさっきの ADATS 倒して拠点占拠止まったってことは MHH はいないのか。気づかないうちに死んでたか。まあちょうど味方が突っ込んだし、いれば何かしら動きがあるだろう。と、今度はこっちか。A を踏んでた味方スンブースカがやられたな。レオン系、登ってくるかな。マップの配置的に A 下の通路からも来そうだし、上に位置まで移動。よし、こんなもんかな。今のところ下の通路は静かなもんだ。さて、そろそろレオン系が来そうだが。お、来た来た。そのまま登ってこい。いらっしゃい。来とくわ。レオン系ですか。読みはバッチリ当たったが、今のこっちに気がつかれてたよな。いいねしてるじゃねえか。このランクまで来るとみんな、それ気がつかれるのかよ。ってくらい鋭い視界してるから困ったもんだ。もう少し可愛げがあってもいいと思うんだがね。む、敵率付近に攻め上がってた味方が吹っ飛んだ。MHH、さっきのヤクではないよな。多分 ADATS の人。お、あれか。こっちに気がついてないようなラッキーを見て。うっそ、これバレるのかよ。視界鋭すぎませんかね。お、でもその割にそのまま通過してく感じか。逃がさぬ。そこだ。うん、わかる。でも弾薬庫は吹き飛ばした。んなことよりすぐに下がれ。方針潰せてないから反撃来るぜ。いや、リロードは終わった。このまま追撃と行こう。てかあの MHA、こっちに気がついてなくない。お、そのまま逃げようとしてるぜ。うまくわけないんだろうな。君はもう僕のものか。よし、このまま倒すらだ。さっきの位置にまで戻るぞ。む、あらてだ。ちょっと危険だが敵の数も減ってきてるし、このまま乗り越えて撃ちに行こう。む、ちょうど撃てなくなっちゃった。いや待て、出てくるぞ。そこだ。うん、あっさい。でもなんか飛行にすげえダメージ入ったぞ。車体上面で跳ねた砲弾が直撃したかね。何にせよラッキー。だがなんとも微妙な隠れ方されちまったな。距離450。そこだ。当たりはするんだがな。こんな時のための油断ですよ。お、上に油断で劣化するチャンスが。あれ？お、俺のたまたまどこ行った？それならほらここ行った。そのネタはさっきやったよ。っていうか思いっきり側面回られとるやん。高級ヘッドセット使ってるんじゃなかったのかよ。なぜこれに気づけん。いや、案外集中すると音って聞こえないものだからさ。まあやられちゃったものは仕方ないので再出撃。バックアップを使って同じ B3 で出撃。せっかくの B3 カチカチ動画なのに側面を撃ち抜いてくるなんて空気の読めないやからにお礼参りと行こう。むむ、A に何か敵が接近してる模様。M60 か？そんな由来入ってるんだった。まあ結果に待機って炎上させられたし OK ってことで。それじゃ今度は APFSBS を。その辺だな。弾かれた。でも当たりはいい感じだぞ。そこに撃ってあそこだからもう少し下に調整して。ここだ。うっこ、命中。 MHH 撃破。多分さっき仕留め損なったやつだよな。なんとか自分の手で蹴りつけられたか。次はさっきの M60。 多分 B の中に入ると思うんだがね。
ち、読み通り、B の中にいると分かってさえしまえばあとは詰めて拠点選挙止めるだけだ。撃ってもこっちの拠点選挙があともう少しで終わるし、無理にやり合う必要はないと思うけどね。だがここでミスミス仕返しのチャンスを逃すなど私にはできぬ。たとえそれで再び返り討ちに遭うと、それはそれで動画的に面白いからな。さあ待ってろ M69、ポッドキー、最後に二人きりで決着をつけようじゃないか。各地大事に決闘を挑むトップ戦車。だぜ。ええー、黙らっしゃい。これは私の顔に泥を塗ってくれた相手の選手なのだ。いた、いたりな。M60A3AMD で撃破、結婚にもならない違いあったりだったな。戦いっていうのはね、最後はいつもそうなんだよ。最中はにしくてにしくて、殺したってたまらなかった相手でも、戦いが終わってさえしまえばなぜそんなにも憎んでいたのかわからなくなってしまう。そういう、虚しいものなんだよ。ん、ああ、おう、そうかよかったな。ってなわけで6キルに足1ですで。勝ちましたー。せっかく装甲が特徴の車両なんだからもっと敵と殴り合って、弾きまくって勝つようなそんな試合が良かったんですけどね。残念ながら実装から日が浅いこともあってそこまでの録画がなかったので、そしてなんとかそういう試合を取ろうとやってみたんですけど、どうにもやはりソ連戦車共通の弱点っていうのがこのランクだと無視できない大きさでしてね。真正面から殴り合っても普通に返り討ちに遭うこともしばしばでしてね。慣れもあると思いますが、ソ連系 MBT の扱いの難しさを身をもって知りました。この車両はもう少し練習しようと思ってるのでいい試合できたら近いうちに再登場予定です。てなわけで新しく追加されたソ連最高ランク車両 D72B3 を1週間乗り回してみての感想を含めた動画でした。また次回別な動画でお会いしましょう。だば。